どうもロボです。ナナです。せーの、よろしくお願いします。こいち、今日は TikTok が永久バンされたことについて話していきたいと思います。はい、チャンネル登録よろしく。どこにドレッシングあんの？なくなった。え、買ってないよね。ニンニクごま油、馬だれ、入りって書いてある。隠されてたんだ。クソタレボーイだぜ。怖い、痛すぎ。嬉しいね。何が？え、痛がってんの。2日連続マックデブ飯なので、僕はダイエット飯だから、この子は太っていきます。ああですよね。食べても食べても太らないか。最高。俺食べても食べても太るよ。太るよ。食べたら食べただけ太る。せーの、せーで、いただきます。 TikTok が永久バンされたことについて、まず仕事中の休憩中に、いつも TikTok 見て休憩してるから、 TikTok 開いたらいきなり永久バンされましたって画面が出てきたね。頭真っ白になって、すぐランマ君に言って、ランマ君も頭真っ白になって二人で仕事集中できないって、絶望に入った一日だったよね。うん、夜マックのスプライト全部こぼすし。ね。なんで昨日は？やめな、ほんとそういうの。それでよ。300人行くのも大変だったの、最初。ライブ始めるの大変だったじゃん。うん、結構かかったよね。そんなかかってない。もう300人からまだ1000人が大変だった。記憶があるの。とりあえず、1万人行くまでの壁がでかすぎた。でかすぎた、ね。TikTok は。本当に1万人がでかすぎて、2ヶ月で1万人いったけど、本当に大変だったんだよ。ね。だから1万人の嬉しさがやばかった。から、それを思い出して、昨日、新しいアカウント作ったんだけどさ、フォロワー0人なわけじゃん。で、その数字が3とかになったのね。その瞬間に、これ絶対もう7万の数字見える日が来ないと思って。え、終わりやん。俺ら。よっしゃ、明日からめっちゃ頑張るぞーって思ってたけど。もっとやる気でしょ。それは、頑張るっていう気持ちはあったんだけど、で本当にショックすぎたの。諦めかけてた。そう。と、みんなからもらったギフトもなくなったの、全部。そう。なんかもう入れなかったんだよね、アカウント自体に入れなくて。どうすることもできないよね。どうすることもできない。どうするって感じだ。あの、仕事も決まってたの。もう案件。TikTok の案件とかのお仕事も決まってたんだけど、うわ、全部断るしかないねって話を起動してて。今日の朝、俺連絡しようとしたの。案件とかもう、諦めかけてた。この時。その時、今日新しく作ったアカウントで俺の個人の方の TikTok 見てみたら、フォローが3人になってたのね。誰だと思って見たらいたもん、ガンマガナミのアカウントが。え、なんでこいつら永久アカウント永久停止されたんじゃねえのかよと思いながらログインしてみたの。したらできたの。戻りました。復旧します、あなたのアカウントは。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、やってみなきゃわからないと思うけど、3ヶ月かけて増やした7万人を1日で消される気持ちは本当にやばいよ。やばい。なんで今後とも応援のほどよろしくお願いします。ですよね。喋ってください。これからもガンマガナミをよろしくお願いします。それでは次の動画で、せーの、てん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 て